どうも、あきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この栄冠9の動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価押していってください。ただいま平均高評価数300超えでこの栄冠9の動画土日2本投稿という企画を行っております。ということで本日2本目の動画やっていきましょう。今回は合宿そして甲子園と行きたいわけですが、まず記者チャンスが2回あるんですが、夏はなぜか来ない、本当に来るのかと思っているところも僕の中であるんですけれども、頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、おい声出していきましょう、おいやっていきましょう、おい、おお早川不和湯1年投手、それは不和湯だ、それは不和湯ですね。やっていきましょう。さあ合宿、おお、泉いる。泉いるから、こっちでいいかな。玉持ち緩急。もう、バッティング系はまあまあ揃えたので、玉持ち緩急行きましょう。よし、緩急、いや、でかい、でかい、でかい。泉の緩急でかいわ。やったぜ。あ、また泉。おお、もうピッチャー系ないべ。まあ C っていうなら、流し打ち持ってないんですよね、泉。ほんと C って言うならっていう話なんですけど、フルヒーはダメ、ラインドライブもダメ。あ、これでアウトコースヒッター狙うのもありかもしんないですけど、まあなんかいろいろつきますね。あ、これで、難しいところだな。意外と素振りの方がいいかもしんないな。意外と素振りが一番強いという。おっしゃ、泉カット打ちと緩急。ふわゆ。左の代打。松枝。やっていきましょう。松枝、ふわゆ。これはさすがに知らんな。左の代打ですね。はい。いやー、ナイス。いや、天才泉が。二つ特能をつけたよ。しかもピッチャーと野手。緩急でかいんですよね。カット打ちもやっぱいいですよ。広角系にカット打ちは強いっす。さあ、村上、立花と。村上は、何がないんですか？一応広角打法を持ってないか。村上って。強いて言うなら。あ、でも泉もいるからな。ここだと村上の広角だけですね、美味しさが。ここだとラインドライブ怖いからダメ。ここだと村上、まあ、プルヒはついても OK。泉のプルヒ怖いな。ここだと、うわ、どこ行ってもなんか危なさあるやん、これ。どこ行っても危なさあるやん、これ。いや、まだ一番危なくないのがここですね。まあ、村上、ラインドライブは嫌だけど、まあ、基本、阿部飛系だから。いや、それ考えると一番ここか。ここだな。うん、ここですね。村上に降格、これで危なくはない。お、泉ハイボールにもなる、立花もローボール、いい合宿、いいが、え、泉が3つ特能を取った。確かなんとか系持ってなかった気がするので、そういう、うん、ハイボールナイス。いや、いやー、二刀流になってる。泉3つも特能取りました。立花はもうキャッチャー A だし、立花は阿部飛持ってるから、まあ流し打ちがつくといいんですけど。じゃ、パワー飛行格狙うか。ただ夏の合宿は結構超ノリノリになってる人も多いんで、特能こうやってつきやすいんですよね、記者来ない代わりに。いや、来ないとは言い切れないんですけど。さあ、村上、里崎。里さんは阿部飛系はないか。村上に降格とか狙えるといいなとか思いつつも。もしくは、いや、違うな、これは。里さんプルヒダメ。里さんラインドライブダメ。うわー、どこ行っても危ないやつ。まあ、まだここか。ちょ、村上言うてもラインドライブはいや、パワーヒ持ってるんで。よし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 、初球だけ。うわ、めっちゃいい合宿だったやん。天才に、しかもちょうどここにあれがいるっていう、めっちゃいい合宿だったやん。
ナイス、うん、ナイス。素晴らしい合宿ですね。立浪さんは素晴らしい先輩です。やっていきましょう。いやめっちゃ良かった。まあ、そんなどでかいのついたわけじゃないんですけど、何気に嬉しいのがたくさんついたというところで、非常に良い合宿になったんじゃないでしょうか。はい。さあ、カンバラとサハラのレギュラー争いが決まらない。どっちがレギュラーになるんだろうか。さあ、村上はもうやることがなくなりました。なんか打撃フォーム変えてくださいっていうコメントもあったんですけど、僕今の打撃フォーム気に入ってるんですよね。このまま行こう。ということで他は皆川はとりあえずオール A にしないとね。守備アップ5を使おう。もう使っちゃおう。この段階でいい守備見せてほしいんで、守備 S にもうそれでしちゃおうかなと思います。大体なんか裏で練習指示使った時にそこそこは仕上げてはおきましたと。いや、サハラチャンス A だからな、結構強いと思うんだよな。ここでエラー消えるでしょ。オーマイ神様。前へ橋。まあ一応アイドルも止まるし、本屋も止まるし、まあ練習効果アップもその後来るし。キント来い。おー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 おおお。まあテンションでもいい、試合前なんで。まあ数人だったらちょっとちょこっと進む感じでいきましょう。で、一マスだけど練習効果アップがここは入るのかな。次かな、入るのは。威圧感投手少し上がる。と徳田、まあ、マシン打撃ぐらいにしましょうか。さすがに徳田はもったいない気がしたので、よっしゃー。だいぶまた強化されたんで、これでいきましょう。前評判は C。 誰にしようかなと。中条は天才ではない。まあさすがに天才を選んでいくかということで大堀なんだけれども、大堀を2番ぐらいにあえて置いて、また村上にたくさん、まあいいか、まあいいか、普通に大堀3番でいいや。普段通りの打順でいきましょう。いきましょう。金本仁岡、これは広島県だな、相手。うん、打球がライトスタンド、ひとまたぎ。うん、それゆけチャンスだ、金本。燃えろ、金本。うん、鍛えた、その体。溢れる気迫、それここまで放り込め、ライトスタンドへ。これオール広島打線だな、相手。二度田さんでしょ、めっちゃめちゃいいっすよね。これに阿部日つけて、威圧感つけて、いや、いいな、いいな、いいよ。チャンスメーカーぐらい後つけて、いや、いいな、二度田さん育てて。で、ここに広瀬さんいるでしょ。広瀬さんは昔育てたことありますね。めちゃめちゃ盗塁した。で、兄貴いて、三岡さんいて、で、ピッチャー福原さんと。オール広島打線。いや、まあ、それ広島だからそうなんですね。けど、先制されている。よーしよしよし。村上の前にランナーを貯めていこう。広瀬さんとかマジ強いからな、普通に。さあ、あの佐藤さんが走っています。福原さん守備45、村上個人軍。うーん、まあまあまあ、村上の前に進めておけばいけるよね、普通はね。
あーそうか、盗塁怪しいのかな。いや岸田なら盗塁 C だし。よーし、岸田はもう十分な戦力です。そしてここに終わり6分2厘の十分な戦力がもう一人。それはレギュラー取るよね、4割6分2厘も打てば。ああライトからある、危な、あれは箕田さんだな。おおお、僕の認識が間違えてなければなんですけど、1年生ですよね、あなたは。5割打っちゃう。あ、ラインドライブ広角結構強いかもしれない、発見したかも。ラインドライブと広角の組み合わせがめちゃめちゃ強いかもしれない。操作すればまあまあ打てるんですけど、操作しない時に結構ホームランが出るっていうのは結構強い証拠なんですよね、僕の中で。うん、高津さんも来るね。これフォアボールだな、もう。ギータまで来てたらちょっと怖かったですね、ここに。外野がエグすぎる。箕田さん、広瀬さん、ギータってなったらさすがにやばいっすね。もうちょい点取っていきたいな。才能開花かい。ちょっとこの甲子園低め手に入れたいな。これだけ特能揃ってきたら。あー、お前、神様。結構打つな。キャッチャー小林、ピッチャー野村、やっぱあのバッテリー好きっすね。マジで岸田も1年生ですよ、1年生でこの判断できるセカンド。いや来てるねこれ。37はもうセーフティーめっちゃ決まる。まあいいや、そんなこともあるわ人生。さあ頼んだ村上。おお、32本差、最多タイ、ホームラン数最多タイ来ました。ホームラン数最多タイ、これでもう打点もほぼほぼ最多タイぐらいですね今。なんならおお、長川さん、いや広島オールスターズだな。フォークの長川さん、フォーク2種類。おうおうおお、何やってんだ。さあもう一本ホームラン行こうか。いやーすごい打球。うわー、広瀬さんがそこにいたか。さすがにそろそろ上級生を使っていこうかなという感じもありますけど、まあ、じゃあ容疑者からダイソー出して。よし、もう相手ピッチャーいないぞ。ただここにカードが残っているので、この打席ぐらい打たせてあげてもいいかなと思ったりもする。エラーあるよ、転がせやから。まあ464打ってるんだけどね、冷静に。まあ雨宮行くよね。ああ、もう才能開花が来れば打たせてあげるのに、いつになっても才能開花が来ない。これ最後の決勝戦で来てホームラン打って引退していくやつかな。いや皆川が隠れ首位打者なんだよな、ただ規定に達してないっていう僕の中で謎の言い訳をしてるんですけど、村上を三冠王にしたいので、歴代三冠王にしたいので謎の言い訳を今言ってますけれども、でも本当にまあちょっと規定には達してないかな、さすがに。代打だなこれも、さすがに先輩代打で出しましょう。ナイス先輩。いやでも代打出さなくていいぐらいの中条も8番9番なのに打ちすぎなんじゃっていう、そんな感じがしますけどね。もう今福のやることはもうただ一つ、真実はいつも2つ。あら、
よし、村上外野に回そう。なかなか豪華な使い方いきましょう。よーし、泉いったれ。あ、こんなにやらなくていいわ。まあ、ここを必ず抑えていく。取れるよ。うわ、岸田いいわ。岸田良すぎ。岸田の守備めっちゃいい。岸田強いな。守備良くてバッティングも3割打ってホームランも打ってて、もう盗塁シーンでどんどん走っていける。今のは普通にあれだと思いましたね、ヒットだと。打球がライトスタンドひとまたぎ、うん、それ受けチャンスだ金本、燃えろ金本。この応援歌多分1年か2年ぐらいしか使われてないんですけど、多分ここは天才なんですけど、代打を出します。この後天才が続いていくので、なかなかここでお調子者を拾えないので、だったらここでサハラでお調子者を拾って、天才だけれども代打を出した方が美味しいかなと。ウッチーを代打に出して、クセモノを使ってセーフティーすれば大体セーフになると。よし、作戦勝ち。これで村上の前にランナーを2人置きましたと。いや、村上率上げていく作戦もありなんだよな、これから。ちょっとこの甲子園ではセーフティーも考えます。もう打点も間違いなく歴代最多いくと思うんで、ホームランもあと1本で今タイですけど、ここは率は落ちてない。打点だけ稼ぐ。ナイス。スッといくよね。うまいうまいうまい。さあ、容疑者来ました。ここでエラーあるよ、容疑者。よーしよしよし、転がせはミニマモノ。まあ、さすがの代打ですね、これも。キシちゃんね、ここは小峰行きましょうか。じゃあ超ファイト。おい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 、頼むぜベイビー。2桁は点取ろうぜ、さすがに。よっしゃ、さすが。一塁ランナー帰ってこい、帰ってくるな。おいおい、回れ回れ回れ。嬉しい、回らんか。真田みたいな言い方になりましたけどね、テニスの王子様の。俺を殴れと言っとるだろ。誰もな、蹴れとは言ってない。あの男はめちゃめちゃな男ですよ。もう9回っすか。村上は残しておいた方が守備力高いか、普通に。2桁得点取れなかったけど、まあ9回制裏がなかったもんね。おいいねいいねいいね、泉。2点取られたけど、甲子園やっぱホールドもないんでね、全力でいきましょう。で、この甲子園で低め手に入れたら最高。うまかったな、今のセカンド。今年レベル高いわ。なんか下級生が弱くないので、育成しつつも普通に全力で強いというのが、やっぱカードをうまく使うっていうのが栄冠ないんですね。なんか点取れてないなと思って、ヒットは15本も打ってるんですね。こういうの良くない、こういうの良くないよ。なんかつけ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 、なんもつかないんかーい。ということで、
まだまだ始まったばかりというところで引き続き頑張っていきましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。明日も2本投稿でございます。ぜひ皆さん高評価、チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。